あれは岩？いいえ、サンゴなんです。まんじゅうみたいな岩にしか見えませんが、ちゃんと生きていますよ。そこはじっくり観察すべきスポットの一つです。なぜならば、ほら、近づくとお魚さん、サンゴの上で立ち止まって、見つけた隙間に入って隠れんぼ。お魚さんにとっては格好の隠れ場所、生き物の宝庫だったりする場所です。サンゴ礁の海から YouTube へようこそ。ご視聴いただきありがとうございます。今回の動画は沖縄の海を楽しむコツの一つをご紹介です。それは浜サンゴ。まんじゅうみたいな形をした岩にしか見えませんが、ちゃんと生きていますよ。1年に1センチ2センチくらいしか成長しないと言われているサンゴです。ボートで沖合に行ってもビーチからエントリーしてもどこでも見かけることができるサンゴの一つです。そこはいろんな生き物の宝庫です。具体的にはほら、わかりますか？シャコガイを発見です。その色鮮やかさ、そしてカラーバリエーションや、いつもびっくりしてしまいます。そうそう、サンゴがあればいろんな生き物が集まります。サンゴは生物多様性、つまりいろんな水中生物の宿る場所となります。これも大きなサンゴですね。高さは3メートルぐらいになります。きっと何百年も生きていると思われます。研究者は真ん中をくり抜いてその成分を分析すれば何百年前の海水の成分がわかるそうです。過去を知れば未来の予測につながるそうです。そしてそこにはクリスマスツリーみたいな茨かんざしです。ゴカイの仲間になります。水中を漂うプランクトン捕食中、もぐもぐタイムですね。もちろん大きなお魚さんもいっぱいです。特に大きな浜サンゴの下はとても良い隠れ場所ですからね。白と黒の水玉模様が特徴、チョウチョウコショウダイです。50センチオーバーの大きな魚でした。さらにはまた大きな魚、ヒレグロコショウダイ。水中を泳いで近づくとびっくりしてスイスイ泳ぎ回っていましたね。まだまだいます。暗い場所が大好きな魚、赤色が特徴、赤松笠と言います。暗い場所が好きなので他の魚よりちょっと目が大きなデザインになっています。食べると美味しいお魚さんの一つです。次は浜サンゴのてっぺんを見てみましょう。この部分もお魚さんの生息空間です。ここではアオバスズメダイさん2匹寄り添って産卵中です。電車ごっこしているみたいですね。今回ご紹介した動画は沖縄の海を泳いで見つかる浜サンゴ。そこはじっくり観察、いろいろ調べてみてください。生物の宝庫です。ちょっとした豆知識を知っていればもっともっと海は楽しくなります。そんな動画をこれからもいっぱいアップしていきます。これからもご視聴よろしくお願いします。サンゴ礁の海からは石垣島北部東海岸でシュノーケル、グラスボートツアーを少人数で行っております。興味のある方はお気軽にお問い合わせください。ではでは。